こんにちは。さっきブレザーを着るか着ないかでパパと喧嘩をしたひょひょです。こんにちは、ひょひょです。ここはですね、今日はじゃーん、ひょのスクールバッグの中身紹介をしていきたいと思います。で、今ね、これ制服を着てるんですけど、これもちろん偽制服なんですけど、このバッグも違いますよ。このバッグじゃないですよ。これはね、また違うバッグなんですけど、今回はひまの中学校のスクールバッグの中身紹介をしていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速やっていきたいんですけど、こちらはまあ肩掛けタイプなんですけど、いつもひまはリュックです。で、スクマの中身紹介一回動画でやったことあるんですけど、ちょっととね、中身が変わってるかもしれないので今回紹介していきたいと思います。はい、でまずですね、外見、今の学校はキーホルダー1個なら OK なんですけど、じゃーん、こちらかわいいでしょ。これね、お猿のキーホルダーなんですけど、これおーちーん、これあの R ちゃん家がみんなこれをつけててすっごい可愛くて、靴下で作ってくれてるらしいんですよ。そしたらこれプレゼントしてくれて、もうね、めちゃめちゃ可愛くて、今違うやつをつけてるんですけど、実際にはね、そう、今これにはこれをつけました。でも可愛いよね。さ、この制服さ、このワイシャツヘラヘラだな。顔でかい、どうしよう。じゃ早速ね、このバッグからね、中身を出していきたいなと思います。さすがにね、学校のね、やつをやったらね、バレちゃうから。あ、そう、ひまの学校は指定なんですよ、リュックが。そうだから、自分で選べたことなくて。じゃあ、まずこのちっちゃいところから紹介していきます。まずは、じゃじゃん、こちら。こちら、ランチマット。ランチマットですね。これなんですけど、いや、実はですね、今日本当に今、急遽決まった企画なんですよ。で、本当に偶然、なんだけど、今日めちゃくちゃ急いでたことがあって、もう予定があってね、すごく急いでたんですけど、それでなんか忘れてしまって、いつものランチマットケースを。でいつもはランチマットと、あと消毒液と、あとマスピースケースと、その3つが入ってる3点セットがあるんですけど、忘れてしまったので、明日はこれでいきたいと思います。予備ポーチ2って感じです。2軍って感じ。それで言うと最近家庭科でやってますよ、2軍。そして次こちら、じゃじゃん、マスクケース、ミッキーのなんですけど、これはね、ダイソーかな、ダイソーで買いました。じゃーん、マスク、新品のマスクが4枚入ってます。これはね、一応マスクの紐が切れちゃったりとか、あとまあいろいろあるじゃないですか。だからいろ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 でまとめちゃう系女子です。で、あとバンドエイド、あとはバンドエイドを入れてます。あ、じゃあ、あれでまとめる方がさ、あれ、あれさ、あれさ、意外と話って伝わるんですよね。路線がずれてしまった。で、次こちら、じゃじゃん、ハンドクリームなんですけど、なんか先生に聞いたら無色無臭だったら OK って言ってたので、今ねマジでやばいんですよ。もう皮膚がめっちゃ痛くて、肌が、なのでたまーに塗ってます。でも入れてる時と入れてない時がありますね。これあの薬局ナイスなので大丈夫ですよ。で、次はこちら、じゃじゃん、ハンドジェルなんだけど、これはお友達からもらいました。これも入れてますね。いや、消毒液3つも付けの人なんですよ。系の人っているの？他に。でもいるか。R ちゃんとかね、すごい大きい消毒液持ってるから必ず。次、じゃん、これ。これもね、消毒液です。マスクって書いてあるけど中身は違います。あのね、いつの間にかね、もともと化粧水を入れてたやつがね、消毒液のケースになってたりとかね、うちに消毒液まみれです。消毒液でお風呂たまるんじゃないかくらいですね。で、次こちら、じゃじゃん、これはね、あの、そう、今さ、コロナウイルスがやっぱあれで、今まではできてたんですけど、例えばエレベーターのボタンをね、こうやって指で押すこととか、あとドアノブをガチャってやることとかがあんまりできなくなっちゃって、で、ちょっとマンションに住んでるのでエレベーターは絶対乗るんですよ。なのでエレベーターのボタンをこれでポチッと押したりとか、あとこれね、ドアノブにガチャってやってガチャってできるんですよ。なのでね、これとてもおすすめです。これはね、使ってないんだけどこれはダイソーです。でもね、すごく便利ですよ。おすすめです。顔がでかいな。続いては、あ、これ以上かな、ちっちゃいとこは以上です。
で大きいとこはいつも教科書とかいろいろ入れてるんですけど、まあ、その教科書とかもね今はちょっと名前書いてあって出してるんですけど、その他は紹介できるものもあるので紹介していきたいなと思います。はいはい、で続いてじゃじゃーん、体育着です。体育着ガチで入ってんの、これガチで入ってた体育着なんですけど、これの入れ物に入れたりとか、あと違う白のホワイトのね無地のやつがあるんですけど、それをねちゃーちゃんが作ってくれたんですけど、それに入れてる時もあります。それを洗って乾いてない時はこっちを使ったりしてます。で続いてがこれ、じゃん、筆箱です。まあ筆箱はね最近ねこの子の体重が増えたのね、普通に言うと中身が増えました。やばいですね本当に。でその無印で揃えたじゃないですか。この子ねまああんまり2ヶ月ぐらいしか使ってないので、あの筆箱は今ちょっと塾で使ってます。家で使ってて、あとその図書室、図書館みたいなとこに行く時とかも使ってるんですけど、まあそういう時とかに使ってるので、また今度交換したいなって思ってます。てかさ道料理ゆるゆるじゃない？ウケる？まあいいや。はい、ポケットからキュンです。え、何落としたの？キュンです、キュンです。はい、キュンです、大好き人間です。何かあれば必ずキュンです。いやもう今の時代キュンです、キュンです、すごいですよね、キュンです。そして次、じゃじゃーん、ファイル。これは黒いファイルなんだけど、本当に何でも入ってて、やばいガチで普通に本名書いてあったあ、中にだから大丈夫なんだけど、こういう感じ、こういう感じのいろいろ入るファイルになってて、これは Amazon で購入しました。これはねいつも使ってます。これは本当に便利ですね。目的も変えられるのでとても便利です。そして最後、これは欠かせない、じゃーん、のいちご文庫さんの本です。あののいちご文庫さんの本はマジで必要で、学校のロッカーに5冊ぐらい置いてあります。で小学校の頃引き出しの中に6冊ぐらい置いてあったんだけど、今は引き出しじゃなくて後ろロッカーの中にあります。マジで本当に読書の時間とかがあるんですね。なのでそれに絶対欠かせないし、あと休み時間にも暇の時とかに読んだりもするので、マジで学校生活にあのいちご文庫さんがおすすめです。でねマジで最近思うんだけど、本当に好きな人が欲しいってなるんですよ。だからそういう時はもうのいちごを読んでマジで気を紛らわさせて、あー早く高校生になって青春したいなって思ったりしてますこの気持ちわかるかな。あ、で、あとこれじゃじゃん、ビニール袋、予備なんですけど、これは本当に上履き持って帰る時とか、毎週持って帰らないんですよね最近は。上履きを毎週持って帰らなくて、なので急に持って帰ることになった時とかは普通にビニール袋があると便利です。ビニール袋しか勝たん。というわけで以上です。はい、というわけで今回はヒマのスクワの中身紹介でした。いつもはここにねもうちょっと教科書とかいろいろ入っているんですけど、ちょっと今回やっぱ個人情報をむき出しなので映せないものとかもあったんですけど、まあ映せる限りのものは映せました。まあでも本当に普段こんな感じです。皆さんもぜひおすすめのね入れといた方がいいよとかあったらぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。というわけで今日はねスクワの中身第2弾でした。まあまたねちょっと中学2年生とかになったらいろいろ変わっていくと思うので、またやりたいなと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ぜひ教えてね。